2003夏公演おまけビデオ。セーラームーン役の倉木まりなです。タキシード仮面役の白太夫です。いきなりですが、はい、今回なぜゆうくんにおまけビデオのナレーションをお願いしたかは知ってますか？当然です。わかりますよ。そんな何ですか？あのですね、私あの夏公演のパンフレットで、はい、今後やってみたいことでですね、うん、パンフレットじゃなくてナレーション撮りと書かせていただきました。そうなんですか？はい、というわけでこうゆうくんにお願いしました。はい、よろしくお願いします。稽古場ですねこれは。本当だ、懐かしいですね。懐かしいですね。なんか結構昔な感じで。そうですね、うん、みんな一生懸命やってます。あ、これは2人演出補助で頑張っていた保坂さんと与田さんですね。ですね。なんかあの休みの人の分までこう、はい、いろいろ振りとか覚えたりとかセリフとか喋ってましたよね。大変です。そうでした ね、 ね、うん、はい。そしてちびうさとちびちびですか、これは。はい、そうですね。みんな仲良く今回ダブルキャスト、うん、ね。どうでした、初めてのダブルキャスト。いや、もうすごいびっくりの続きでした。ね、もう2人の闘争心がね。そうですね。こう、あ、真央がちゃんと書いてますね。書いてますね。これは多分ミナの分までこうね、うん、稽古の時は1人しか出れないから。そうですね、うん、ちゃんとメモって。メモって後で教えたりして、ね、いい先輩でした。かわいいね。いいですね。すごい、片方やってすごいなんかできなかったとか、こうこっちはこうでしょとか言ったり、すごいなんか厳しくなっちゃうんですけど、ね、まあできてるね。私がなんか全然覚えられなくて、まあ、その気持ちです。あ、影で。ああ、教えてますよ、真央先輩が。本当だ、これは多分あそこですね。ちびちびを連れてはける。あ、そうですね、こうやったらいいんじゃないかとか言って、うん、あ、真央がしっかり教えて、その後にみんなが、ね、いや本当に陰でよく頑張っていました。うん、I'm the Prince、 タキシード仮面白田優の突撃インタビュー。ちょっと今回私がカメラを持ちまして、ね、やってましたね。はい、内部スリーライツを直撃しました。アイちゃん、最初はアイちゃん、みんなでちょっと協力して、なんか元気ない人には頑張れみたいな。いつもね、元気で明るいアイちゃんは内部のリーダー的お姉さん、お姉さん的存在でしたね。存在でしたね。アイちゃん、マイちゃん、セーラージュピターさん、マイちゃん出ました。なんか食べてますよ。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。ちょっとアイドルとしては稽古始まったの感想どう。大変ですけど楽しいです。楽しいのか何言ってるかよくわからないですね。前はこう静かそうに見えて、うん、とっても実は明るい子ですよね。可愛らしい子です。うん、じゃなくてマナミ、マナミ、マナミ、セラマキリさん、マナミもなんか食べてますよ。なんかみんな食べてますね。みんな食べ物が好きみたいですね。疲れた。はい、一言で片付きました。さすがゲッツ。今回も前回のボブサップに引き続きマイとやらせていただきましたね。はい、どうですか稽古は。怖いです。何が怖いんですかね。全てが怖い。セーラームーンは全てが怖いのか。メーカーに変わりました。そしてスリーライズのリーダー秋山ちゃんですね。今回リーダーとしてね、とても頑張ってましたね。うん、教えたりとか、とてもハードなハードなんですけど、すごい楽しい。はい、どうも。残った一人がいませんね。会いました。そしてミカちゃん、食べちゃんですね。はい、ちょっとこの時ね、風邪ひいてて、ちょっと体調悪そうでしたけどね。うん、頑張ってましたね。はい、頑張ってました。みんな風邪ひいても頑張ってますよ。うん、大変ですという、ちょっとつまらない指名。はい、はい、国土のものまねですか。ちょっと見てください、これ自信満々です。あれ声が、もうよして触れて、聞こえて。どうですか皆さん、これ一国堂ですよ。すごいですね。はい、白田堂です。私一回やったことあるんですけど全然できなかったですよ。あ、そうですか、練習してください。あ、ギャラ様、ギャラ様ですね。もう舞台上ではあんなに怖いギャラ様が、ね、稽古場ではこんなに可愛い、優しくてこんなに可愛いギャラ様ですね。あ、宮沢さん、フィンベリル、アッコさん、アッコスン、アッコスン、ベリル様もね、可愛いですね。本当にエンディング様、
可愛いですね。中が中。中もなんか中ってあれですよね。もう役名ではなく名前が中っぽいですね。中って呼んじゃいますよね。うん。寺山先生の足です。お待ちください。はい。してあ。メタルパピオンさんですね。遠藤さん。遠藤さんも面白い人だよね。レッドクローって言いましたよね今ね。あ、私ちょわざとですよ。これ最初からね、これみんな、うん、いいじゃないですか。ちょっと楽しくね。はい、悪役でした。あ、アドさん。ちょっと私への感想をね。ゆうくんどうですかね。はい、最悪だね。あ、最悪ですって言われてます。いや、これはちょっと、ね、何かの手違いで多分愛情表現だと思いますよ。あ、はい、あ出ました、ワンちゃんみたいな。あ、かわいいね、リナちゃんですね。本当赤ちゃんみたい。もう本当ね、食べちゃいたいぐらいですよね。かわいい。あ、かわいい。そしてその後ろにはちびちびちゃん、ゆかちゃんですね。ゆかもね、なんかもう人形みたいだよね。ね、かわいい。みんなかわいいですね。今稽古中ですけど、なんかちょっと厳しいけど楽しい。一生懸命喋ってます。あんです。あ、かわいい。まおかわいいね。あさこちゃんもかわいいね。あらいなみさんもかわいい。あ、すごい。ウィンクウィンク。あ、もうゆいちゃんね、かわいらしいわね。すごいな。なんかすごい可愛い。で、一番なんか気持ち悪いんですけどね、このテロップがいいですね。シーン最高です、ありがとうございます。もうね、全然仲良しです。全然仲良しですね。全然仲良しです。特にこの二人がなんか仲良しなんで心配しないで。ゆっくり後で、あとで3人から大切なことが大変とは大変とは自分を大きく変えるという意味を持つ言葉です。なので大変な稽古も3人で頑張ってます。頑張ります。そしてミュージカルセーラームーンの大先輩に昔のスリーライツとの比較も聞きました。前回はやっぱりあのちょっと男らしいイメージだったと思うんですけど、今回はちょっと女性的なねと思うんですよ。私は振り付けの方はね、振り付けというより縦なんですよ。縦が、縦が多い。でもまあ苦しんで一生懸命立ち上がるスターライツそこが見どころです。見どころですね。それでも王妃のためにみたいな、王妃のためにそういうとこかな。前はそこまでね出てなかったから、うん、結構アイドル的なイメージが強かった。ノリノリ、うん、踊れるたし昔は。あ、それ踊れないって意味じゃないからね。全然ね、実際ちょっと踊れないです。いや、うん、それはうんって、うんうん、でもそうですよね、うん、ちょっとやっぱ足りないですね私たちまだ。でもほら今回芝居で見せてくれますからね、なんて言ったって。はい、はい、ということでですね、アドさんもいろいろ昔との比較をしてくれましたけど、そうですね、でも今回のスリーライチの3人もすっごいいろいろと頑張ってましたよね。うん、そうですね、前回とはまた違って、うん、違って、うん、かっこいいですよ、うん、みんなね歌って踊って大変です、盾もして、うん、かっこいいですね、みんなまとまってて、うん、本当ですよね。あ、初日です。戸田やってまいりました、戸田市民文化会館。おー、すごいお客さんですよ、うん、私たちの知らないところでですね、うんうん、こんなにね、うんうんうん、いっぱいいますよ。いっぱい。あ、かわいい、みんなね衣装着てくれて、ね、嬉しいですね。客席から最後見えるんですよね、カーテンコールの時に。かわいいロビーですか、これは。ロビーですね、はい、グッズ販売ですね。グッズ販売ですね。満員ですね。おー、嬉しいですね。満員の時って気合い入りますね、うん、あ、開きましたよ。開きましたね。月色のシンチケート。はい、これはこれスリーライツの生演奏ですね。そうですね、うん、頑張ってました秋山ちゃん、サックス。あ、私タクシード画面です。ね、名台詞じゃなくて長台詞です名台詞ですか。間違えました。あ、これがあなたの名台詞じゃないですか名台詞です名台詞ですよ、はい。自分の星の歴史を作っていける。ゲネプロの時に忘れてたんですけど、まあ、本番は忘れなかったみたいな感じで、はい、うん、3人でいつもチェックチェックチェックして 1、2、3、4、5みたいな感じで忘れないように、うん、ちょっとなんか結構何かやらかそうなんで本当になんかもう2人が落ち着いてくれてるんで
なんかすごい今もすごいなんか興奮しちゃってて、やっぱりあのお客さんがいないでゲネプロっていうんですけど、ゲネプロやっている時はやっぱりなんか頑張っている自分はいるんですけど、なんかいまいちで、やっぱりお客さんが入ると気合も入ってさらに頑張れる自分がいて、やっぱりお客様のなんだろう、あのお客様ってすごいなって思いました。来たぞ千秋楽。来ましたね。もう千秋楽。もう千秋楽。もうあまりのね、あまりの速さにマリナさん噛んじゃいました。もう千秋楽です。もう千秋楽です。早い早い、はい、ということで全国11カ所、はい、40公演演じてきました、はい、その地方とかでエピソードとかなんかありました？苦労したこととか。苦労したこと、はい、もうねやっぱり男一人で寂しいんだろうなと思ったら、もう与田さんに助けていただきました、ね、私は仲良かったですもんね、はい、青木さんもね、ね、うん、本公演の時間も結構長くて、長くてみんな本当に汗だくになりながら、うん、今回結構本当に大変だと思います、ね、前回よりも、はい、うん、この時、うん、なんか袖で、袖でみんな の、はい、あの名前呼んでたの分かりました？全然聞こえました。すっごかったですよ、あのみんな多分みんなこう横みたいに答えてくれたと思うんですけど、僕はあえてみんなをシカトしました野獣のように、はい、わーとか言って、もうすごいキャーって、ね、君たちファンですかっていうね、もうファンの気持ちが分かりましたみたいなね、分かりますよね、かっこいいねみんな、ね、本公演中はみんなね怖い顔してるのに、そうそうそう、最後は ねやっぱりこういうすっごいまんべんな笑顔で、うん、それでは聞いてください、 Get Across the Moon。と企画しました斉藤くんです。自分でくんつけてる斉藤くん、逆から読んだらくん斉藤、これ面白いですよね面白かったですね、笑っちゃいました私の名前なんだ、おしりちゃんでは、明日じゅんかまんじゅう、僕ですね、まもるちゃん最高ですよね、一度行ってみたかった、一度行ってみたかったんですよ一度でいいから行ってみたかった、よかったじゃないですか、ありがとうございます。大丈夫ですか、大丈夫ですか、マリナさん頑張って消しました、あ、はい、拍手、あーもうなんか照明がすごい綺麗、すごいですね、うん、みんなもうやり遂げたっていう顔してますねミキさん、ミキさん大暴れですよ、ね、普段じゃ見れないですよ、うん、こんなアドさんとミキさんのそんなねはしゃいでる姿なんてみんな可愛いな、なんかこの時すごい幸せって思うんですよ、あーね、特に、うんうん、こうお客さんもあったかいし ねやり遂げた感が、ね、あーかわいいもう一つになってますからねここで、you
これちょっと手がすごいですよね。初めてね、もうみんな興奮してもう、うん、もうカメラとか気にしないみたいな僕だけでもいいからみたいな、ね、みんなそういうノリでやってるんですよ、ね、暖かいですよ。もうはい、全然もうね、みんなどんどん騒げ、どんどん騒げみたいな。ということでですね、はい、今回の夏公演はとっても長かったんですけど、長かったですね、大きな怪我もなく、なくこう体調不良などもなく、なく終わることができてね、やっぱ本当お客様のおかげだと思います、はい、本当ありがとうございます、ありがとうございました。これからもね、セーラームーンミュージカルをよろしくお願いします。